有権者になる皆さんへということで、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。18歳以上の方が選挙ができるということで、ぜひとも皆さんに投票来てもらいたい。選挙っていうのは究極に言うと、私たちの代表者を選ぶことということになっています。今回18歳から選挙ができるようになりましたが、選挙権の年齢の改正は何年ぶりでしょうか。そちらで投票用紙を受け取ってもらいます。こちら投票用紙ですね。投票用紙を候補者を入ってもらいます。投票箱の中に一番最初に投票する人は投票箱の中に何も入ってないことを見てもらいます。何も入ってませんでいただきましたので投票をしてもらいます。はい、ありがとうございます。今回につきましては3人の候補者の方の政策を一応お話しさせていただくと、3人の候補者とても自分のためになりました。18歳になったらぜひ自分から進んでいきたいと思います。投票についてあまりよく知らなかったのですが、今回の講師の方のお話を聞いてとてもよく分かりました。しっかり考えて投票していきたいです。やっぱり少し他人事というか、あまり身近なものではないなと思って考えてました。きちんと責任を持って投票しに行きたいと思っています。